九州参考バス、熊本営業所、九州参考バス、参考バス本社、九州参考バス、熊本営業所とは、熊本県熊本市西区上台4丁目にある、九州参考バスの営業所である。投資基地には、当社の一般路線バスを担当する熊本営業所と、県外高速、特急、空港リムジンを担当する高速営業所並びに、当社の子会社である、 参考バスの熊本営業所のほか、当社並びに参考バスと九州参考オートサービスの本社も併設されており、まさに当社の本拠地という役割も担っている。当営業所は2007年10月1日に、これまで同市西区春日にあった中央営業所と同市西区小島下町にあった小島営業所を統合して、共用を開始した。 3万8000平方メートルにも及ぶ広大な敷地には約180台ほどのバスが入庫でき、まさに九州最大の営業所であり、保有車両の中には熊本市近郊路線を運行する一般路線バスのほか、九州、本州向け高速バス、九州横断バスも所属している。また、九州参考バスグループ本社が入る。 事務所旨1階が営業所窓口として定期券、熊門の IC カード、各種乗車券も購入できる。敷地入り口にバス停も併設されており、名称は西部車庫として一部の路線において乗降できる。このバス利用者に向けた施設として、敷地内にはパークライドとして50台収容できる駐車場や駐輪場も併設されている。 県道側から見た、営業所敷地内併設の九州、三高整備本社所在地熊本県熊本市西区、上大4丁目13番34号敷地、総面積から38,200平方メートル、延べ床面積1,200平方メートル面積3,000平方メートルあたり営業所とは別に、熊本桜町バスターミナル、水道町発着の路線バスの一部並びに、甘草、 豪の天草営業所所属車両や高速バスの共同運行会社車両の折り返し基地並びに乗務員休憩施設を備えた本場車庫が熊本市中央区こと平一丁目に設置されている路線車両の夜間停泊及び駐在車両はないまた路線バス営業所管轄で南区川口町に駐在車庫を設けており約7台の車両が駐在され 参考バス管轄では、北区植木町跡、小賀の鹿南車庫に2台が駐在されている。旧小島営業所時代には、川口車庫、小島参考館との送り込みを兼ねた、営業運行をしていたが、当営業所へ移転後に廃止された。かつては、路線バス営業所管轄で、旧小島営業所の車庫にも、当営業所の車庫扱いという形で10台ほどの、 駐在車を置いていたが、時期は不明だが2010年代後半において、熊本県内の貸切営業を廃配し、本社に吸収される形へ伴う、貸切車両集中配置により、車庫が手狭になったため、小島車庫への路線バス駐在は廃止された。参考バス管轄で近方山浦川にある、西区河内町のいずるにも一台分の駐在車庫が存在したが、 路線廃止と同時に駐在も廃止された。九州参考バス管轄において、当営業所は、開設時より、九州参考バス、熊本営業所として、旧小島営業所から継承された、一般路線バスは元より、旧中央営業所から継承された高速、特急、空港リムジン、県内快速バス、 定期観光バスを含むすべての路線を担当していたが、2012年4月1日の組織改正において、熊本営業所を熊本営業部と改組し、路線バス営業所と高速バス営業所とした業務ごとに分割された。その後、2021年10月1日の組織改正において、熊本営業部を廃止し、旧路線バス営業所については改めて、 熊本営業所とされた。一般路線バスは主に旧小島営業所が担当していた熊本市中心部と市東部及び熊本市東側の熊本都市圏の路線並びに市西部の熊本港、中島、川口方面の運行のほか2008年4月1日よりこれまで熊本市営バスが担当していた 楠スノキ線の一部の運行も、同志交通局より引き継いでいるほか、2009年9月1日より、熊本電鉄バス、熊本バス、熊本都市バスとの4社共同運行で、熊本桜町バスターミナルなどの都心部を経由しない、東バイパスライナーも担当。2021年4月1日からは、熊本都市圏における路線バス5社共同事業化に、伴い、 これまで、熊本都市バスが担当していた池田協調線の運行を継承したほか、熊本市より土日祝日のみ、熊本駅桜町 BT 通り町筋、熊本駅を循環する町中ループバスの運行を受託している。左から、系統記号、路線名、経由地並びに行き先。なお、一部路線においては小山営業所の管轄、または同営業所との共感。 熊本桜町バスターミナルは、以下、桜町 BT と略。熊本港、小島、河内方面行きは、東底流所には停車しないので注意が必要。このほか、参考バス管轄として、以下の路線を担当している。以下の一般乗り合いバスにおいてはすべて西部車庫からの、発着はなく、西部車庫から出港し、改装で各起点へと向かい、そこから、 営業運転を行い、終点から、改装で、西部車庫へ入庫する。また、2019年頃からは快速、高森号の一部を、高森営業所より検証し、両営業所共管路線として運行している。過去にはこれらの路線の他にも、もあり、このうち宇都体育センター線と平き橋線は、ので車庫駐在車両が担当していたが、いずれの路線も、 廃止とともに、野で車庫の駐在も同時に廃止された。また、沖新線と回路口線については2019年10月1日の、熊本都市圏路線運行台や見直しの際において、利用客減少により廃止されている。このほか、2010年10月より、熊本市内定期観光バスも担当していたが、2014年3月末を、もって、運行を終了している。 ありがとうございます。